そうだね。意気込みとかどうですか。ここまで練習自分なりにもしてきたから、まあ、なるようになるでしょう。なるほど。今日は もちろんバチバチ勝つ気でいくって感じで、まあ、会場リングチェックで、うん、ここで久保田アビチュラメこうなるおーで、ここから上がると靴は脱いだ方がいい。おお、どうですか。おお、こんな感じ。いけるんじゃない。こうなって、こうやって、うん、で、戻って、みたいな。いいっすね。いいね。いけるわ。佐々木選手、お願いします。はい、まずね、久保田君、本当におめでとうございます。今まで会津の伝説、田舎の伝説か知らないけど、今までいろんなものを背負ってきたと思うんだよな、昔のな。でも今日で僕が引導を渡して、お前の過去は全部深しだってこと、僕が拳で証明します。はい、まだね、あの言葉もないんで、まあ、試合で皆さんがその結果を見てもらって考えてもらえればと思います。一応メインなんでね、あのこのブレイキングダウンの本大会のファイナルなんで、ね、この大会の顔になるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。続きまして赤コーナーよりいいですか、三崎優太の入場です。自分から長い距離長い距離。ただいまより試合ジュエルプレゼンツブレイキングダウン4、本日のメインイベント、ウェルター級ブレイキングダウンキックルール77キログラム契約を行います。青コーナー176センチ、 74.05 キログラム、アイズ伝説の金貨屋、久保田佐藤赤コーナー180センチ、 75キログラム、青汁王子三崎優太。ぶち殺せぶち殺せぶち殺せ。フリーならせ。自分から自分の絶対できた。こちらピアス終わってんだろ。引くなよ引くなよ。自分からす。長い距離長い距離長い距離。ダメよ長い距離。ダメよ。おいけ！そこだ！そこだ！そこだ！膝！膝！膝！いけ！長い距離長い距離。ストーン！ストーン！いけるいける！ナイス！膝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 ！その距離ダッグコーンやったら膝！いけ！殴れ！殴れ！膝！膝！いけ！近くだったら膝！膝いいよ今ので今ので。そう。後ろ向かない後ろ向かない。そうナイス膝。そうナイス頑張って。あ30秒あ30秒。ラッシュラッシュ。一回攻める。攻める。一回。勝った。じゃあ。完全に入ります。暗かった。暗かったです。タオルある。タオル。判定の結果を発表します。ジャッジ伊藤、青久保田、ジャッジ橋本、赤三崎。セイ。勝った。ジャッジ横田、青久保田。勝者久保田悟。よっしゃー。さあ、はい、皆さん本当にありがとうございました。もう顔見てください。これですよ。ボコボコになりました。
でも大人になってこの年になってこんな血流して、でも僕も今日試合本当勝ちに来ました。めっちゃ練習しました。でもこの姿です。でも挑戦できたことってすげえ嬉しいし、本当にもうこんな顔な血だらけになってもやってよかったなって思います。まあ、僕は負けました。はい、なので敗者なんですけど、ここに出れてよかったです。そして、まあ、勝った久保田さん、まあ、配信とかではすげえ煽ったんですけど、もう強かったですね。はい、なんか、まあ、これを機になんか、なんだろうな、格闘技っていいっすね。なんか絆が生まれた気がします。もうちょっと舐めてた部分もあったけど、相当練習したと思うし、素直に拍手したいと思います。おめでとうございました。こんな悔しいと思わなかった。マジ感動しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。惜しかったというか、なんて言ったらいいか分かんないですけど、あ、まあでもこれが現実だよね。本当に勝てると思ってやってたし、ヤーマンとかにも練習付き合ってもらってたけど、うん、人生そんなにうまくいかないね。いやでも僕そのセコンドのとこから見てたんですけど、マジで胸にくるものがありました。本当にやっぱでもどんなに血入れても倒れなかったっていうのは良かったなって思う。でもやっぱ相手も強かったし、それだけかけるものがあったと思うけど、こっちもかけるものがあってやってたから、まあ、結果負けたからそれが全てなんだけど、でもこんな痛い思いしてこんな顔になって、頭向いてるし目も開かないし鼻も折れてるけど、挑戦して本当よかったなと思ってる。だから応援してくれたり本当ありがとうございます。そしてブレイキングダウンにやって主催の方も含めて久保田さんも含めて本当にありがとうって感じ、うん、本当にそれは思ってる。こんな経験できないし、でもプロってすごいよね。なんか変な話、まあ、プロよりもレベルが違うかもしれないけど、プロが経験するようなことと同じようなことを経験させてもらって、こんな痛いし、こんな目も開かないし、こんな悔しいし、少しは格闘家を目指している人たちの気持ちが、まあ、これで体張ったんだよ、分かった気がして、よかったなって思います。最後まで出てたのは本当に、うん、来るものになりました。まあ、やっぱお金持ってるからとか成功してるからとか、そういうので逃げるのが簡単だけど、一人の男として絶対逃げない、絶対ぶっ倒すって決めしたから、自分の人生にとってもいい経験でしたね。そうですね、今までずっと勝ち続けてきたじゃないですか。多分負けを味わうことって多分そうないと思うんですけど、どういう感じですか今。今はもう何も考えられない。うん、何も考えられない。こんな投げられるって言ってんだなって、それはそれだけよ。でも今年100万人行きたいからっていうね、そして挑戦したいからっていう動機でブレイキングダウン出たけど、その登録者以上のものを得られた気がする。こんなに大人になって一生懸命なることってないからさ、悔しいね。ただそれだけですね。本当なんか体張んなきゃいけねえよなみたいな、結構軽いあれから進んだあれだったと思うんですけど、なんかみっちり1ヶ月半一つのことに集中して練習して、結果あれでしたけど、マジでかっこよかったですし、みんないい試合だって言ってました。そうね、ありがとう、そう思ってくれたら嬉しいです。どこ日本にはこんなバカな経営者がいるってことを皆さん忘れないでくれたら嬉しいです。僕は明日からも挑戦し続けるんで、これ見てくれてるみんなが一歩でも勇気を出せたりとか、未来に向かって挑戦してみようって思えたら、そう思ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。